まあビーターでね、あのダウンロード、バイオザードのダウンロードでも、ね、してましてね、ラストボスのところで来てるんですけど、ちょっと弾取ってきます。操作しにくいというか見づらいでしょ、持ちながらやってるんでね。グレーラーの弾ですね。カメラ越しの見ながらだから難しいです。あとですね、なんかあのこのプラスチックがカードさせのってさせそうなところって書いてありますけど、実際これプラスチックのカードついてるんですよ。使うを選んでも今必要ないようだで、調べたらなんか特殊な塗料が塗ってやるって書いてあるんですよ。その塗料はね、落とせば使えるんでしょうかね、ちょっとわからないんですけど、そのあの、このさせるところにどういうものを使えばいいとか、もしかしたら塗料を落とさなきゃいけないですよっていうなら、コメントとかで教えてください。ちょっとわかんないんで、ね、ちょっと一回中身とか確かめてみたいですしね、ちょっと。で、まあ、必要ないので置いておきます。今後はね。あとは、カードキーを使うから、こんな感じでいいかな。じゃあ行きましょう。目的地へ。にしても30度以上ある部屋で、密室でやってるんでね。相当暑いです。ここだね。装備室だっけ？室内ね。イエス。してなかったですね。あ、早かった。カメラ越しだから感覚がわかんなくなってる。カメラのせいにしちゃダメですよ、皆さん。ハーブですか？どうしましょうね。そうですね。ちょっとハーブも欲しいな、欲しいから。ちょっと待ってます。あとビーターは、ビーターでやるとなぜか画面がちっちゃくなるんですよね。だからちょっと見づらいでしょうね。これ以上カメラがね、高さがね、あれなんですよ。ちょっと待ってください。ちょっと低くならないかな。これかな、これ、あんま変わんないですね。ちょっと待って、探索させて。あ、さっき言ったっけ、完全初見です。今後何があるかわからないですし、なんか最後って雰囲気なので一応装備整えてますね。だってもうあのなんか何でしたっけな、あのなんか処理場で戦うところ、あいつら死んだ後、死んだ後なんか爆撃がありますとかなんかあったんで、これさ、バイオハザードいろいろ経験してきたんでね、だいたいミサイルとか出てきた場合は大体も最後が出ると思って一応装備整えてきました。あーは、ハーブ取れるのかな、あれでも時間ないよね。どうします、ハーブ、ハーブ欲しいんですよ。ちょっとすみません、ハーブ、ちょっとハーブ取ってきます。
すげえすげえすげえ、時間がないぜ。あの、時間が書いてあることより、あの、ミサイルの距離で表されてるんですよね、時間が。優しい。ハーバー取れるようにしてやるからね、これは。はい、ビーダーでね、こういうのをやるとですね、あの、600円で購入ができます。あの、600円っていう値段がかかりますけど、その割にはボリュームもあって楽しいですね。はい。まあ、バイオ3なんで、リメイク版、リメイク前のですけど、楽しいので、皆さん、バイオハザード1、2、3もあるんで、まあ、未プレイの方は、そのリメイク版前ですけど、プレイしてみることをお勧めします。したいっていう人は、まあ、知ってる人もたくさんいるでしょうけど。キュークスプレイ。あのですね、調合ハーブ全部使ったキュークスプレイだけ残ってるんですよ。邪魔だな、こいつ。今、かわすつもりなかったんだけど。なんかあるけど、取れた。カメラ越しでちょっとやりづらい。リロード。しょっぱなからマグナム連射してやるぞ。さあ、一体どんな敵が待ち受けてんだろう。うわっ、何？ん？なんかある。ふむふむ。レールキャノンですか？問題点が多い。なんか嫌な予感しますね。結構。レールキャノン。お、使ってやれってことかな？おいおい。何が起きたし。ん？ん？あ、レールキャノン、あれか。システムチェック。これは、バッテリーかな？バッテリーをチェック。あ、やっぱりバッテリーですね。なんか3つ、さっき表示されたんで、3つ入れてこいってことですね、多分。じゃあ入れていきましょう。何も出ないのかな？その、こいつ復活すんじゃねえの？ほら、2で出てきたやつでしょ、これ。T ウイルス、G ウイルスだ。T、G、T はタイラント。あの、G ウイルスは、やつですよね。は？あ、あいつ復活すんの？ん？上からなんか食べてる。違うの？あー、こいつ！さっき処理場で処理されたはずじゃ。はぁ、T ウイルス食った。T じゃね、G 食った。ちょっと待って、こいつ何ウイルスでできてんの？ G とこいつ合体しちゃったよ。あかーん。うわ、逃げろ。ナンバー2、ナンバー2どこや？こっちか。あったあった。逃げろ、逃げろ。よし。いいぞ。すげえすげえすげえ。レールキャノン使用してやる。一瞬で抹殺してるぜ。なんか飛んできた。来た。オッケー、撃ってくれ。はい。充電みたいなもんですよね。なんか、そんな感じのですよね。おお、迫力あるね。いいよ。降りてこい。うわー、降りてきやがったーって。一発でもめっちゃ食らったんだけど。くそ。よいしょ。よいしょ。おう。来るな。体力大丈夫？まずい。これは死ぬんじゃ？生きてる。なんかチャージされてる音が。あ、まずい。これは死ぬ。うわ、うわ。いけ。当たってないなぁ、これは。うん、外しましたね。来い。違う、逆。まずい。リロードしちゃった。逃げろ。あ。
おお、やった。え、あっけないっていうか画面ずれてたし、今さっき、あら、今ジルがちょうどちょうどジルオタがやばいって思って、そしたらあいつが盾になった。あ、開いた？どこ？調べられない？あ、ここね。ここか。行こう。何？まだ生きてるし、また多分第二形態？もしかして。うわ、究極の選択制やつだ、これ。逃がすわけにいかん。ウイルスを放置するわけにいかん。これ、とどめを決める。もう、マグナム持ってきてるけどね。それで撃てよ。ジル。ジル怖い。ジル怖い、なんか。ジル、今の言葉と動き怖い。ジル怖いよ、なんか。イメージが違う。終わった？ん？エレベーターっすか。行きましょう。ん？あ？お、カルロス。よいしょ。あ、ミサイルや。これはひどいんじゃない？ああ、楽して一生滅の瞬間ですね。おお、大丈夫かいな。確かに致命的だよね。ラクーンシティほぼ全部、全部か。ジルとカルロス以外はほぼもうやられたもんね。まあ途中でやられる、なんかニコライとか、なんだっけ、電車の中でやられたやつもあるし。ラクーンシティそんな人口かって10万人以上、10万人に達すると予想されると。ん？まあ、ボタン押さないとっちゃ。終わっちゃった？完全処刑なのに。は？え、完全処刑で救急スプレー一回も使ってないような気がする。俺あれ死んだかと思った。自分レールキャノンのあの発射のあのあそこずっと立っとったけど俺いやまずいと思ったらあいつガード縦になるという貫通しないもん。意外とあっさり終わったな、バイオ3のラスボス。だって調合ハーブだけでしょ、確か。覚えてない。記憶力悪いから。
元マグナムだけでグレラーも装備してきたのにね、シットガンの強化弾一回も使ってないし、ハンドガンの強化弾も一回も使ってないですね。なんか最後らへん貯めておこうかなって思って、強化弾使わなかったんですよ。途中からっていうか、作れるようになってからずっとですけどね、使う間もなく終わっちゃいましたね。パーツ組み合わせてのハンドガンに、ね、強化弾対応してないみたいですね。なんかリロードしようとしたら、あれリロードできねえってなって、でももうそろそろ終わりだなと思って、もハンドガン閉まって、シュットガンで粘ってたんですよね。まあショットガンのも、まあラスボスで使うかって思って、そうそう最終回らしい、最終回というか終盤らしいんで、まあ、持っていくかって、入れたら使わずに終わっちゃいました。普通のショットガン弾使って。まだマグナム連発しすぎです。うん。ひどいね。5時間前約。何これ。18回ランク D。死んだ回数はね、だいたい4、5回ぐらいです。サンドワームに1回ぐらいありましたね。エクストラゲーム。なんでしょうそれ。知らない。エピローグ？俺英語読めないんだよね。事件の後はジル・バレンタインは旅立った。クリス・レッドフィールドと合流するためである。だがジルを待っていたものは物気の殻となった隠れ家だった。床にはクリスのナイフが、何これ？土俵？わかんない。のごとく、殉職？何する？ニーブティージと色っていう字で、殉職かな？の光を放っている。ジルは迷いなくその場立ち去った。彼女は信じてる、彼女は生きてる、生きて再会する。そう盟友と誓ったの、盟友でやったのか知らんが。これもなんか無限ロケランかなんかのあれあるんでしょうね。多分ノーセーブで一回も死なずに何時間、5時間以内とかなんかあるんですよね。バイオスリー、たったこれだけですけど、まあ終わりましょうかね。こいつ強かったな。一回死んでもないか。意外と、あっさり倒しちゃったもんね。あいつと戦うとき、ジルで。グリラン連発してたらね、普通に死んじゃった。うん。では、ご視聴ありがとうございました。